どうもエルザです。それではペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。ですね、ちょっと次の目的行きたいなと思ったんですけど、その前にコーヒーブレイクでもねしたいなと。あ、博士は入らないんだ。へえ。おー、めちゃくちゃ懐かしいキャラがいる。あ、どうもどうも。あー、でも砂漠だからこんな感じか。へいへい、何するんだい？ソンブレブレンド。ソンブレブレンド。じゃあこれを一杯くれ。はーい、生き返る。へいへい、うちは歌声カフェなん。歌声カフェ？あ、カラオケかな？みんなで楽しく歌うから聴いていきなよ。へい、カモン。ノリノリじゃん。パックンのこの姿はなんか新鮮だね。こっちの名前忘れてしまったけど、懐かしいな。スーパーマリオかな？マントマリオが出た時のポスだね。よし、じゃあ和んだところで、前回新しく開いた場所行きますか。遺跡へね。さあ、でも何が待ってるんだろうね。さあ乗っていこう。いや、でもさ、砂漠でこの車乗るけどさ、風は熱風だからやばそうだよね。ずーっと汗はかいてそう。まあでもブーツカーともそろそろお別れかな。あ、敵が変わってる。だって、ここのマップでしか使えないんでしょ？乗り物っていうところで言うとね。他のマップもこういう乗り物あったら最高なんだけどな。さあ、太陽の祭壇へ。お、見えた見えた。さあ、どうなるかな？ぴょんと。おー、やっぱり、思った通りだ。おー、ちゃんと開いてるね。見たまえ、床が開いている。この祭壇そのものが古代人の証拠へと続く道の入り口だったというわけだ。そこに書かれていた太陽に香りを捧げるとは、つまり太陽が出ている時に太陽光を使うことだったのだ。ああ、なるほどね。どっちもいるんだね。失われた太陽が戻ったことで道を開く条件が満たされたわけだな。相変わらず先生の話は難しいけど、嬉しそうでよかったですわ。ありがとう、オリビア君、マリオ君。これも君たちが太陽を元に戻してくれたおかげだよ。さあ、早速中に入ってみようではないか。きっと古代人ピオの重要な手がかりが見つかるに違いない。それでここにセーブポイントがあるわけか。あそこで終わりじゃないんだね。謎を解き明かしに行こうか。あ、キノピオはね、多分マリオたち人間よりも古い時代から生きてる感じだもんね。ねえ、なんだか随分ひんやりとしません？確かに。お日様も元に戻ったのにこんなにひんやりでいいの？オリビア君、砂漠といえど地面の下は太陽の光も届かず涼しいものなんだ。しかし、それにしても涼しすぎるような気もするが。冷気だね。あー、なんだあれは。あー、すごい。あれ？冷蔵庫？あら、おっきい氷。そっか、それならひんやりもしますわね。ここはどう見たってまるで冷凍庫じゃないか。確かに。なんで冷凍庫？だあ、よく見たら氷の中に誰かいるぞ。ちょっと待って、この伝説の古代服は、まさか、まさか。どわー、これはまさかの伝説の古代人ピオ本人だーって。生きてるんだね。ゾンビ化だね。
手がかりがどころか本人がいるなんてすぐに助けなければ。まあさすがにそれはね。お、見つけてしまった。先に見つけてしまった。この肉すごいね。この肉でかいよ。じゃあちょっとキノピオでも焼きますか。まずいキノコになりそうだけどね。さあではスキップ。おお、肉もこんがり焼けてる。ピクリとも動かないぞ。まさかすでに寒すぎて体がカチコチに凝ってるのかも。もう一回火で焼いてみます。やめろやめろよせよ。神は火器厳禁だぜ。神は、ああそうだね。おお、喋った。古代なまりがあるが、我々と同じペラ語が通じるぞ。俺の名前、そう、キャプテンピオ。キャプテンピオ。エターナルを超えてフリーズは解かれ、ここにフリーダムを手に入れた。おお、やっぱり伝説の古代人ピオだ。あー、古代人ピオって海賊かなんかなんかな。わーい、やった。私はついに古代人に会えた。さてマリオくん、オリビアくん、古代人の研究でどうしても解明できなかった最大の謎があるのだ。はいはいはい。それを本人に直接聞いてみる。私はこのために古代人を追っていたのだ。古代人、キャプテンピオさん、朝食はパン派ですか、ご飯派ですか。コーンフレーク。まさかの三択が出てきたな。グワーパンでもご飯でもない、斜めを行く答え。本当だったね。さすが古代人。やはり我々の陣地を超えていた。以上、古代人の謎解明。すごい、コーンフレークにはミルクをかけるのかしら。まあそれは私たちにはどうでもいいですわ。ところでピオさんってなんだかちょっと寂しそう、悲しいことがあったの。そう、今の俺は、さしずめ、翼の折れたエンジェル翼の折れたエンジェルやね我が精神のマリンゴをこの手に取り戻したい。つまりそういうことなさ。やっぱ海賊か。へえ、ピオさんスーパーマリンゴを知ってるんだ。あれかっこいいですよね。スーパーマリンゴなら博物館にありますわよ。俺と大海原を駆け抜けたあのマリンゴが博物館に眠るか。ふっ、感謝するぜ情報や。すすすすすす、行っちゃった。博物館に行ったのかしら。マリンゴが大好きみたいだけど、古代人の言うことは私にはちょっと難しいですわ。ありがとうマリオくん、オリビアくん、私の夢が叶ったよ。私たちこそ砂漠では大変お世話になっちゃいました。確かにね、かなりお世話になったね。先生、どうもありがとう。さて、私たちも次の紙テープですけど、あれがこうで、ああで、ああで。大海原の紫テープが、大海原、どこ、タウンに行けばわかるかしか。ということは、ここで、先生とお別れだけど、それに続く話が出てきたと。この穴が気になるんだよな、俺ずーっと上の。まあでもないか、こんなもんか。よし、じゃあ先生行こう。ああ、それであそこに土管があるわけか。じゃあ先生、また次回だね。いつ会うかわかんないけど、次会う時まで。あ、意外と遠かった。よし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 。じゃあ、博物館に戻りましょう。歩きづらいよね。じゃあ、さよなら。さあ、ステージ3もクリアと、これで。あとは4、5、6。もう半分来た感じだね。さあ、博物館に行くと、新たな展示品ね。
スーパーマリン号伝説のキャプテンピオが乗っていたとされる古代の潜水艇。あれ？まあとりあえず大海原行ってみますか。港だね、まずね。あとはアイテム屋さんもちょっと寄りたい。新しいセンサー隠しブロックレーダーが完成しました。お、それはちょっと取り行きたい。あのね、なんかね、説明が省かれるのね、ほったらかしにしてると。ゴールドタイムプラスいただこう。さあ、これでさらにっていう感じだね。そうだね、ちょっとその前にセンサーを取り行きたいね。タイムプラス。あとは、そう、仲間の攻撃力上がるのはいいんだけど、そもそも仲間がね、そこまでいないんで。じゃあちょっとセンサー研究所を先に済ませて戻ってこようかな。おい、 100% 目指します。さあ、懐かしの港に来ました。大海原に出港しますか。はい。結局さ、霧が晴れてないから行けないんだよね。霧晴れたかな。うわー、大海原広い、超でっかーい。風も気持ちいい。ちょっと匂いがしょっぱいけど。果てしなく大きく、なんだかロマンを感じますわ。すごいです。紫の紙テープでさ、やっぱり大海原にもあるんですわね。わあ、これどこまで続いてるの？大海原広いから見失わない。しっかり追っかけなくちゃ。じゃあ追っかけていきましょう。さあ、加速。いや、久しぶりだな、この海も。ゴム兵と懐かしいね、思い出がね。マリオさん、紙テープが海の中に、もうどこ行っちゃうのかしら。そうなんだよね。潜ってしまうんだよね。まあ、で、ぐるーっと行って、ここに出ると。さあ、発見してさらに行くと霧があると。うわー、ストップー。すごい霧だ。辺り一面真っ白だ。これじゃあ進む方が分からず迷ってしまう。これ以上進むのは危険です。困ったな。こんな時海図があれば迷わずに進めるんですが。そうそう、海図といえば、今よりはるか昔、ピオって名前の伝説の船乗りがいたそうでしてね。その伝説のピオが伝説の海図で、この大海原を駆け巡ったって伝説があるんです。まあ、とにかく伝説だらけで本当かどうか怪しいもんですが、とにかくその伝説のピオの海図でもない限り、霧の中を進むのは無理ですね。ピオさんなら博物館に行くって言ってましたわよ。ははは、そんなバカな、はるか昔の伝説のピオが？そうだね。それが本当なら早速博物館に行ってみたらどうですか？そうだね、行ってみよう。さあ、タウンに戻ろう。さあ、博物館まで戻ってきました。ピオはいるのか？あら、ピオさん、博物館にいると思ったんだけどな。ピオさん、もしかしてスーパーマリン号のキャプテンピオのことですか？
ははは、古代の伝説ですよ。あくまでも伝説ですから。本当にいたかも怪しいもんです。いるじゃん。ちょっとあなた誰、いつまで忍び込んだんですか。やっぱ忍び込んでたか。我が青春のマリンゴ、再び俺のもとに。あ、ピオさん、見つけた。ねえねえ、海図でしたっけ、それまだあります。海図が欲しいか。ならば取引だ。俺とマリンゴを一緒に大海原に連れて行ってくれ。そう、大海原を股にかけたあの日々のように。そういうことならお任せください。私の船にマリンゴを乗せて一緒に大海原へ行きましょう。わーい、ピオさんも一緒に大海原ですわ。賑やかで楽しくなりますわね。ちょっとちょっと、勝手に話が進んでるけど、これうちの展示物ですよ。まあ、所有者は、ピオ本人だからね。おらーい。はい、取り付け完了しました。まだ何かありましたら、キノピオモータースをご用命ください。モータースってあるんだね。礼を言いたい。いや、むしろ礼よりこいつだな。おー、海図ゲット。やった、ありがとうございます。これで大海原のいろんなところに行けちゃいますわね。いや、しかし古代人が生きていたなんて本当にびっくりですよ。しかしこうしてみるとスーパーマリンゴもなかなか様になってますね。持ち主じゃ仕方ない。マリンゴはお返しします。それじゃ頑張って。聞き分けがいい子だね。伝説のキャプテンピオと一緒に航海できるなんて船乗りとして光栄です。潜水艇があれば海に潜ることもできますよ。ワクワクしますね。それじゃいつでも行きましょう。ちょっと話してみようか。また再びマリンゴーと共に。ほんと好きなんだろうね。はい、じゃあ行こう。L で海図を開いてみろ。はい、L。赤い船のマークは現在地だ。この海図で確認しながら進めば霧の中でも迷うことはない。今はほとんど白紙だが、新たに島を発見したらここに書き込んでいくぞ。なんだあれ。ドクロ島。大海原と霧の重大な秘密があると言われている。まずここを目指せ。ほう。怪しい場所。そういうことか。潜れって言ったからなんかなと思ったら、そういうことね。怪しい場所か。穴を掘るみたいな感じか。サルベージだね。でもさ、怪しい場所と言われてもさ、この辺り特にないんだよね。強いて言うなら、あの魚の群れのところぐらいか。そうか、あのさ、プリンセスピーチ号というのか。おう、あ、結構奥だね。コイン程度か。多分一緒だろうね。じゃあ、このまま横突きっていこうかな。ちなみに、これで潜ると、ここは何かありそうだ。詳しく調査してみるか。ほう。すげえ。めっちゃ中かっこいい。あら、紙テープが砂の中ですわ。これじゃどこに行ってるかわかんないですわね。そうだね。戻るんかい。戻るんかい。マジか。
この方角にずーっと進む。霧ですよー。恐れるな。改造、改造って言ってん。でもこれどうやって進んでる方向ね、ずっとわかるんだろうね。お、そろそろ。おー、ほんとだ。ドクロ島だ。んじゃあ、早速、降りますか。ドクロ島か。うわぁ、ビキミですわ。しかもこのドクロってよく見たらまるでお顔みたいですわ。この島に何があるか自分たちで確かめてみろ。はーい。じゃあ、船長行ってきまーす。どうした？嬉しい、楽しい、超便利、アクセサリーあるぜ。コイン歩数計。1万歩歩くといいことが起きる。まあ、買っとこう。わかんないけど。新作ね。まあ、こうだね。意外と上のカラスがね、邪魔してきそうなんだよね。さっさー、奥に行くと、ああ、そういう感じ。さあ、キラーアイスフラワーゲット。下はいけない。カフェかな？あ、カフェだね。じゃあ、ちょっとカフェに行きますか。バラバラ。カタカタ、いらっしゃい。無言だね。さあ、カタ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 、メイドカフェへようこそ。ご注文は？確かにメイドだね。サンズのラテ。おお、それどうするの？あれ？マリオどうした？コーヒー飲まないの？ここのコーヒー、結構うまいんだぜ。それ食べるもんなんだね。お客さん、スプーン加えて遊ばないで。あ、これスプーンなんだ。カタ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 。ところで、奥のお客さん、いつまで寝てるんだろう。寝てるのか。せっかく入れたコーヒーが冷めちゃうよ。そっとしといてやれよ。ゆうべ徹夜でうろついてたから疲れてるって言ってたぜ。夜中のシフトですか。お勤めご苦労様。それならもうしばらくそっとしといてあげましょうか。何のためのだろうね。じゃ、ごちそうさん。でも、コーヒー飲んで、ね、胃袋溜まるのかな？さ、入ると、おお、こんな感じ。おお、まさかのクリポ。2回。え、2回無理じゃない？まあいいや。いやー、だいぶさ、時間内でどうにかしろっていうのは無理になってきたね。難易度が本当上がってきたな。
さあ、整列して、もうジャンプだね。トントンと。できれば踏んで倒したかったな。ああ、日がいるね。ああ、これは反対側から来る感じかな？なんかそんな感じがするね。よし、じゃあ、抜けて。おう、いた。こんなところいたか。ありがとうございます。お礼にこの海に眠るお宝の場所を教えます。へえ、お宝か。ありがとう。で、真ん中二つ。やっぱだよね。まあいっか、気にしすぎたらダメだろうね。おい、じゃあ倒そう。2回かな。20ダメなんだよね。さあ、ハンマー壊れた。最後だけ。まあぐるぐる2回だろうね。でアイアンブーツも使っとこうか。さあ、敵のアクション。また最後ミスったね。いやー、一手目でできるだけ倒せるようにしたいけどな。やっぱ難しいね。さあ、骨クリボー。これで倒したと。さて、謎解きをしないといけないわけだが、なるほど、こうかな。これで目がつけようってことだろうね。さあ、仕掛けが出てきた。叩くと、おお、開いたね。さあ、何が手に入る？あー、潜水艇マリンゴ。さあ、お宝発見。出てこないな。おー、上まで来た。あれ？これも落ちるしかないよね。おー、正解だった。
さあ、叩くと、キノピオが出てくると。極楽に行きたければ、ダイヤ島で3つのオーブを手に入れよう。ダイヤ島。極楽、そんなわけわかんないところ、どこにあるかも知らないし。扇風機。マジか。それで切り晴らすの？戻っていった。わあ、霧が全部なくなりました。すごい。確かに。探して見つけてさあおいで。はーい、パーラ。パラちゃんかな。あれ、どういう歌い方が正解だったんだろうね。とりあえず、海図見てお宝がそこなんだね。はい、出航しまーす。とりあえず、お宝は、見つけたいね。さーて、霧もなくなって、これで大海原のどこでも行けちゃうかも。お。紙テープ発見だね。お、ピンポンパンポン。シネの新型エンジンが完成しました。マジで新型エンジンとかあんの？ちょっとでもそれはエンジン取り替えりたいね。よし。さあ、これでお宝が発見できるらしいんで、お宝取ってエンジン買いに行こうか。お、傾き、おー、すごいすごいすごい。あったあったあった。バツで。さあ、引き上げろ。何が入ってるかな？ワクワク。あー、なるほど、フィギュアか。グッジョブ。うん、じゃあそこの島だけマークつけて戻ろっかな。もっと早くなるのかな。それは助かるな。どうきね、どう見てもキノコだ。行ってみればキノコ島だな。これキノコ島とか飛べるようになるとめちゃくちゃ楽なんだけどな。とりあえずワープできるかだけ確認してみようか。凍ってる。ルイージがいそうな感じがして。わあ、氷のうち。中の人寒くないのかな。絶対寒いよ。漂流してやっとこの島たどり着きました。もう一人仲間がいたす。なんですけど、どこ行った？漂流したか。出てきたね。さあ、燃やしちゃえ。さあ、これで中に入れるようにはなったと。あら、誰もいないです。こんなちっちゃな島でどこにお出かけしてるのかしら。確かに。
本は特には意味がないと。これ開くのかな？うん、このドア何かが足りないような。確かに足りない。握りやすいもん。握りやすいもの。そうか。またなんか手に入れてって感じかな。もう一人の子を持ってそうだよね。漂流しちゃったかな。いや、この辺りにいる。チリンチリン音鳴ったもんね。いやー、多分反対側にいるか。そういうことか。考えたねー。よし。じゃあ、一旦、船に戻って。多分これ、裏行ってどうこうじゃなさそうだもんね。そんなことはさせてくれないよね。よし。じゃあ、タウンに戻って、エンジン積み替えよう。さて、エンジン変えましょう。船の新型エンジンを開発しました。パワーアップにより最高速がなんと2倍。5000コイン。よし、コイン集めてこよう。コイン集めてこよう。もうコインだね。よし。お前ら、ほんと金にがめついな。いやー、やっとコイン5000枚集まった。じゃあ、早速、依頼しましょう。もう64円しかない。64だね、64。はい、エンジン交換完了。毎度どうも。さあ、快適になったね。じゃあ、どんくらいのスピードか、見てみよっか。まあ、最高速度2倍か。あ、早い早い早い。マジか。思った以上に早いな、これは。あ、これ快適だ。んじゃあ、そうだね。あ、すごい、ゲソいる。ハート島。よしよしよし。では、そうだね、霧もいいんで今回ここまでにしましょうか。次回このハート島から、大海原を回りながら行こうかな。あ、テープを折ってどこまで行くかだよね。めっちゃ奥にサメが見えるけど。よし、ここまでにしちゃいましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。